はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日は、復刻イベントのお知らせや機体修正のお知らせを、していきたいと思います。まず今現在ガンダム WX のイベントが行われております。こちらの方はね、私の方機体レベル、5の方完成しました。なので私の方は一応このイベントは終わりというような感じとなっております。そして今日から始まったのはこちらです。はい、期間限定復刻、クロスボーンガンダムフルクロス開発強化プラスレベル6開放中となりました。期間の方はね、7月13日13時59分までとなっております。他にもガンダム EG8、そしてクフカスタムが同じように開発強化、そして機体レベル6開放中となりました。またこれに合わせてこの3機に機体修正が入っております。さらに加えてあと2機かな、ゴッドガンダムと、マスターガンダム、この2機にも、修正が入りました。拠点破壊に有効だった格闘攻撃の前核に、多少ね、ちょっと修正が入ったということで、まあ拠点破壊がね、今までよりはしづらくなったんじゃないかなと思われます。細かい情報とかね、どのあたりがどう変わったのかはね、またあのリンク先貼っておきたいと思います。動画説明欄の方、気になる方は見てみてください。はい、それではね、もう一個、別のちょっとイベントなんですけど、まあ、非公式のイベントなんですけど紹介していきたいと思います。はい、それではね、お知らせの方、いきたいと思います。非公式の大会ですが、第2回タノ杯というね、ツイッターで、タノさんという方がおりまして、この方が、チーム戦をの大会をしようということで、第2回目の大会が行おうということとなっております。開催日時の方は7月22日土曜日22時からというふうになっております。であと受付のなんか期間が7月17日月曜日までとなっております。この辺のね、情報とかも、まあ、一応ね、リンク先にちょっと貼っておきます。貼っておくので、まあ、気になる方はぜひあのご覧ください。また他の実況者の方で、このタノハイの、まあ、紹介動画、まあ、ちょっと宣伝みたいな感じのやつを出しております。そちらの方もリンク先貼っておきますので、気になる方はね、あのぜひ見てみてください。まあ、ざっと参加条件としては、まあ、プレイヤーレベルが25以上であることと、有線接続であること、緑回線以上であることで、プレステ4のパーティー機能による、通話が可能であること、これは、まあ、チーム代表者だけでいいとなってますんでね、まあ、その辺の条件満たしてる方はね、ぜひあの大会に参加してみてはいかがでしょうか。ちょっと私の方はね、開催日時の7月22日土曜日10時がちょっと仕事だったかどうかがちょっとわからないので、参加できるか今のところ私は未定です。またね、リンク先の方を貼っつけておきますので、気になる方ぜひご覧ください。はい、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。失礼します。